一つヘルメットに関してちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、今回のヘルメットなんですけれども、またウィズユージャパンのチャリティーということで、はい、今回 eBay を使って、はい、やることになったと思うんですけれども、そのあたりの、いきさつというか、なぜ eBay なのかとか、そのあたりちょっと教えていただきます。今回ですね、そのもちろんチャリティーもやるんですけども、はい、メインフォーカスはスペシャルデザインのヘルメットだったので、っていうのはその、2年前は本当にファンの皆さんから一般公募で本当に120通近くの応募をいただいて、はい、その中からデザインを選び、でも本当に頑張れ日本というか、はい、そうですね、そのサポートの意味を含めて、デザインに走り、でそれでそうですね、オークションで、はい、ウィズジャパンを通じてサポートさせていただいたんですけど、あの時はですね、日本国内しか対応されてなかったんですね、オークションが、はいはい、で入札がその海外からできないっていうことがありましたので、今年は、海外からもできるように、はい、ですから、アメリカに、あるいは世界中に住んでるファンの方もできるし、国外に住んでる日本人の方もできるし、はい、当然日本の皆さんもできるしということで、少しでもそういう意味ではフェアにできるのと、あと、それで少しでもそのヘルメットの価値が、上がって、ウィズジャパンで、子供たちにサポートができればいいなと思ってます。で、今回このヘルメットは一般工房 のデザインではなくて、はい、いつも自分 そのグッズのデザインをやっていただいているデザイナーの方と、結構いろんなディスカッションを重ねてですね、もう本当に全然違うタイプのパターンから入っていったんですけど、でもやっぱりインディ500っていうことで、インディ500にゆかりのある、そういうこうフューチャーを入れていこうと、で基本このヘルあのキャップにある今年のAJ ホワイトのその、なんていうんですかね、アイコンになってるこのラインをメインにして、やっぱり14番ですね、ナンバー14を、左と右と両方入れてます。で、インディ500ということで、ブレックヤードもちろん入れて、でトップは、クラシックナンバー14と、AJ ホワイトが勝った4勝ですね。ですから、チームにとってはそのケニー・ブラックが勝っているので5勝してるんですけど、その新たな、星を、チームにプレゼントしたいなと思って、自身にとってもこのヘルメットを、使って、トップを目指したいと思います。なるほど。14番が入って、なおかつその星が4つということで、AJ の、そのファンの方も結構そうですね、ガンガン出てくるんじゃないですかね。はい、AJ の、オレンジは使わなかったんですけども、でも非常にその、メカニックたちにもすごく人気だし、今日も朝記者会見をさせていただいて、こっちの、ジャーナリストの方からもすごくそのなんていうんですかね、注目を受けたので、はい、どうですかね、一人でも多くの方に知ってもらって、そうですね、はい、で、ウィズジャパンチャリティーに、参加していただきたいなと思います。またウィズユージャパンということは被災地の子どもたちのサポートに。そうです、はい、なるほど、わかりました。記者会見で、被災地の現状のことをちょっといろいろお話しされてましたけれども、今もやっぱりまだ大変な状況にあると思うんですが、はい、あれですね、少しでもサポートになると本当にいいですよね。そうですね、特にやっぱり、日本にいてもやっぱり自分たちからこうニュースを見ていかないと、はい、本当の被災地の今の状況っていうのはやっぱり分からなくなってしまう、それがやっぱり海外に住んでるとなおさらなんですよね、ニュース性のある瞬間的にはいいけど、やっぱり1年、2年、3年と経っていって、今、日本がどうなってるのかって、やっぱりまだ未だに聞かれるし、そういう意味ではすごく、心配していただいてても、現状やっぱり知らない、だからそれを、そうですね、本当に復興は長い道のりで、まだまだすごい大変なんですよっていうことを、微力ながら伝えていければなと思います。はい、分かりました。いっぱい入札されることを本当にもう祈って、決勝の方も頑張ってください。まずレース頑張れる感じだと思いますので、はい、どうもありがとうございます。はい。